渡辺賢治渡辺賢治から1928年12月9日は日本の陸軍軍人政治家最終階級は陸軍少将新潟市長越後国艦原郡一の木戸村で渡辺正友の次男として生まれる1885年12月陸軍共同団法陛下に入団1890年7月26日 陸軍士官学校を卒業し、1891年3月26日、陸軍工兵将尉に任官し工兵第一、大大夫となる。日清戦争に工兵第一大隊、第二中隊小隊長として出征。1895年11月、陸軍方向学校を優等で卒業。陸軍大学校で学び、1899年12月21日に、 優等で卒業した。日露戦争に、臨時軍用鉄道幹部部員として出生。以後、韓国中殺軍参謀、近江公平大隊付け、公平第十七大隊長、鉄道連隊長、県陸軍技術審査部御用係、県陸軍技術審査部議員、陸軍技術審査部審査官などを歴任。1 9十五年八月十日に退面となり、同年十月十五日、 陸軍少将に昇進と同時に予備役編入となった。その後、千葉県千葉郡千葉町に居住し青年の指導に当たった。1919年9月22日、新潟市長に就任し、1921年9月10日に市長を退任した。ありがとうございます。